海に。よいしょ。よいしょ。おい。海。ああ。楽しすぎる。お、これ最高。よいしょ。さあ、ゲームを始めよう。はい、釣りワモンです。前回のね動画では浮きをね使ったタチウオのね、釣り方仕掛けを紹介したんですけども、まあ、正直浮き釣りって結構めんどくさいとこありますよね。まあ、仕掛け準備して、で餌も買わないといけないですしね。うん、まあ、餌つけるのに手が汚れたりするのが嫌やって方もいらっしゃると思うんですけども、僕はですね、浮きがねこうシュッって沈む瞬間がもうたまらなく快感でね、うん、まあ多分脳からドーパミンが出まくるんでしょうね、あの瞬間に。だから結構まあ浮き釣りで狙うことが多いんですけども、でまあタチウオのね釣り方としては、まあその浮き釣りの他にこういったね点矢と呼ばれる、まああのこの針にね餌を巻きつけて狙う釣り方とか、ね、あとまあルアーで釣ったりする方法があるんですけども、今回紹介するのはルアー釣りです。で正直ですね、このルアーで釣るのが一番手っ取り早くてしかも簡単なんですよ。で今回はですね、そのルアーの中でもタチウオがもう簡単に一番釣れる、そういったルアーをね紹介したいと。はい、でも先にね答えから言いますけども、そのルアーっていうのがこれです。ダイワさんのモアザンソルトバイブ 72S。 色もですね、これ何だったかな、チャートバックパール。はい、このルアーがタチウオにめちゃくちゃ効きますんでね、まあ、いわゆるバイブレーションっていうカテゴリーにね二属するルアーなんですけども、こいつはですね、まあ、投げて引っ張ってくるとどんな動き方するか、まあ、あのバイブレーションでこういろんな動き方、ね、各メーカーさんの製品によっていろんな動き方するんですけども、これはですねこういうふうに、わかります、まあ、これローリングっていうんですけども、ローリングしながらこう泳いでいく、はい、まあ、そういったタイプの動きをするんですけども、まあ細かい話はね抜きにして、こいつがもうめちゃくちゃタチウオ効きます。はい、でもこればっかりはねここでいくら説明してもあれなんで、ちょっとこれ使ってね実調してきましたんで、はい、まあ、ローンより証拠と言いますか、百聞は一見にしかずと言いますか。はい、じゃあ今回もぜひ最後までご覧ください。もう無限。おい、おい、無限釣れますよ。おい。ちっちゃいな。足元にいっぱいおるな。おい。
おい、無限タチウオ。無限や無限。おい、面白い。面白すぎる。おい。よいしょ。よいしょ。よしよしよし。痛い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 。やばいやばいやばい。痛い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 。やっぱ。次次。刺さっても次。おい。あいういういうい。面白い。面白い。量や量。よいしょ。よいしょ。いくよ。おい。はい、おい、おい、よいしょ、何連ちゃんこれ、よいしょ、よいしょ、おい、ああ、じゃんじゃんいくよ、一瞬で試合終わるからな。おいしょ、おい、よいしょ、よいしょ、おい、よいしょ、お、すみません、大丈夫？大丈夫、オッケーオッケー、友達友達、めっちゃ楽しすぎる。よいしょ。お、これサイズ。よいしょ。ちょっとサイズ上がったやん。当たってる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 、下手くそやな食うの。おーしょ、おー、でかいんじゃ、そうでもない、おい、サイズ上がった、当たってる、よいしょ、おい、もうええぞ、よいしょ、これ最後にしましょうか、
よいしょ。よいしょ。やばいね。はい、まあこんな感じでね、ちょっと下品な釣り方になってしまって申し訳ないんですけども、まあご覧の通りね、めちゃくちゃ釣れます。うん、で確かに朝まずめですんでね、よく釣れる時間ではあるんですよ。周りでもポツポツね釣れてましたんで。ただ明らかにこれ使ってた僕だけずーっと連チャンしてましたんでね、もう本当に反応が桁違いのルアーです。はい、でまあ使い方なんですけども、もう基本的にはね、投げて巻くだけです。はい、巻くだけ、もう難しいこと考えないでください。投げて巻く。ただそのタチウオがね、どの深さにいるかっていうのが一番重要で、それを見つけてあげないといけないんですけども、まあ、今回はねかなり浅いところに入ってましたんで、もう投げてすぐね巻くだけでガンガン食ってきましたけども、まあ、それで反応がないなって時は、そうですね、まあ、投げて3秒数えましょう。 1,2,3、まあ、タチウオのいるレンジにね、入ったらそれで食ってきますし、まあ、それで反応がなかったらもう3秒ね、 1,2,3,4,5,6 みたいな感じで、そのタチウオのいるレンジにさえルアーがね入れば必ず釣れます。はい、でまあ注意点なんですけども、まあルアーはね、もうこのようにたくさん針がついてますんで、僕も途中手に刺さってしまいましたけども、投げる時もね必ず周りを確認して、後ろに人がいないか、ね、で自分にも刺さらないように、もうくれぐれも安全にね、注意して扱うようにお願いしますっていうとこと、あとね、どうしてもこのルアー投げるときってある程度こうねスペースがいりますんで、タチウオなんかほとんどの方浮き釣りされてますんでね、電球機がたくさんね空いてるところに無理やりルアー投げてしまうと、もうお祭りして仕方ありませんので、そうですね、ある程度広いスペースが、確保できるとこで釣ってもらうようにお願いします。はい、であとですね、このルアーここね、藍の部分にスナップをつけてね、使うようにしてください。直接あのラインをねここに結んで使うのではなく、スナップ、ね、使わないとしっかり動いてくれませんので、はい、まあ、そういったところですね。でこのモアザンソルトバイブっていうこのルアー自体は全然珍しいものでも手に入りにくいものでもございません。もう至って普通のルアーで何年も前から存在するものです。で本来はこれシーバス用のルアーなんですけどね、で僕がまあシーバス狙う時にこのルアー使ってたら、で明らかにこの色投げた時だけタチウオがよく反応してくるなっていうことに気づきまして、で、タチウオ用に使ってみたらめちゃくちゃ釣れるっていうことで密かにいい思いしてたんですけど、まあまあそろそろね、皆さんにも暴露してもいいかなと思いまして、今回の動画にさせていただきました。ということでぜひですね、タチウオがどうしても釣れないなって時にした方がいいと思います。もう釣れちゃいますんでこれ使うと、嫌な言い方すると飽きるほど釣れてしまう可能性があります。まあ、最終手段として持っておくのもいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。良い釣りを。 Good night.